はいどうも、コミです。さて本日もこちら関西クラクラクラブホームクランからお届けしていきたいというふうに思います。いやでもね、最近もう7月入ってるんですけどね、ドイツが寒いですね。意図的には北海道とかよりもちょっと北にあるのかな。だから結構寒いは寒いってことだって分かってたんですけど、今ですね、7月に入っても最高気温が20度ちょっと超えるぐらいの日とかが普通にあって、長袖ですよね。ドイツ人普通に半袖短パンで、その辺歩ってんですけど、いや、全然無理っすよね。日本人の肌にはちょっとまだ寒すぎてですね、私は長袖でちょっとこいつなんでこんな格好してんだとかいう目でたまに見られるんですけどね。慣れたら半袖になれるのかな。ちょっとそんな気はしないですけどね。はい、というところで本日はテーマディガホグでお届けしたいと思います。合計4本動画撮っていきますけども、1本はカンクラ、もう3本は TH コンプリーダーさんからね、撮っていきたいというふうに思いますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。でやっぱですね、相変わらず強いんですね、ディガホグが。私もレジェンドで普通に今使っていますけども、主力級としていいですね。ただね、やっぱりその、なんていうかな、ディガホグって難しくてできない人も多分いっぱいいると思うんですよね。で、なんでできないかっていうと、タイミングがすごいね、これ肝なんですよ。で、その辺のタイミングの測り方なんかもちょっとね、今日の動画見ながらぜひ、ちょっとイメージを掴んでもらえたらなというふうに思うんですけども、何のタイミングかっていうとですね、ディガホグを出すタイミングなんですね。で、その前のお膳立てのサイドカットっていうのも結構タイミングが肝になります。今回の新ネタのアタック、簡単にプランを解説するとですね、これアーチャークイーンのクイヒーをこう動かしていきますね。この隙間に入れます。島型配置なので、それは基本かもしれないですけどね。で、キングを外周に歩かせながら、効果兵舎、これも同じように外周に回していって、ディガーとホグライダーっていうのは、こっちですね、この8時方面から、3時方面に向けて直線的にこう回していく、そのようなイメージになってますね。で、ところどころ何が起こるかっていうのを見ていきたいと思うんですけども、これナイスですね。フリーズを使ってしっかりとヒーラーの、体力を守っていくと。で、ここまでは完全に、クイヒーパートの見せ場ですね。相手の防衛具ないしは、防衛具、さらには投石機。このあたりをロレーチャンピオンも混ぜ込みながら、こう、うまいことですね、破壊するような格好を取っていってます。で、はい、ここ。ヘビドラで、この十字方面っていうのかな、のストレージをカットして、で、投石機と、を出していくのか、投石機を出していきますね、すみません、キングっていうのになっちゃいました。出していって、で、投石機の中身で、のペッカとウィザードで、しっかりこの、十字方面をケアしていきます。で、相手の、ロイヤルチャンピオンとクイーンにぶつかるところ、ここで見てほしいのがストライカーですね。こんな感じ、こんな感じで、ストライカー、を後からこう出してくるんですよ。今来ましたね。ここ。ちょこちょこちょこと来ましたよね。で、こいつらがロイヤルチャンピオンを瞬殺 C の、それから相手のアーチャークイーンに飛びかかっていって、ポイズン効果を与えて、瞬殺していきます。で、実際これね、ディガホグだけでも処理できると思うんですよ。なんですけど、アーチャークイーンとかロイヤルチャンピオンって攻撃力が高いので、一発一発が結構、ディガーとかホグライダーの数減らしてくるんですよね。で、そういうのやっぱ嫌じゃないですか。で、数を残すために、ストライカーに少し枠を割いておく。まあ、2枠分ぐらい割いておけば、まあ、いいのかなっていう感じですね。今回見ると。で、そいつらが、ヒーローが1体しかいなかった場合っていうのは、ちょっとあんまりね、効率的じゃないのかもしれないですけど、今みたいにロイちゃんとアーチャークイーンが固まってるような場合、そこ突破する場合には、ストライカーがいてくれると、そこにポイズンかけると同じ効果がね、発揮できるので、ポイズンかけると結構すごいですよね。なんか、そう考えると結構でかくないですかね、この効果って。なので、ディガーとホグライダーがほぼそこで削られずに前に進んでいくことができるというところなんですね。ヒーロー、相手のヒーローを倒すというよりも、なんていうんですかね、味方のユニットの数を減らさないっていう感じですね。で、その後、当然ストライカーも、相手の防衛に対して飛びかかっていったり、あとは回収に参加してくれます。結構足が速いんでね、そういうところは結構便利かなというふうに思うので、ぜひぜひですね、こういうテクニックも使ってみてもらえると、なおさら、全回率上がってくるのかなというふうに思います。では次、TH コンプリーターさん行ってみましょう。はい、こちらですね、見ていきたいと思います。さあ、リーグの中身を行ってみましょう。まずはこの1戦目ですね、1戦目のですね、これですね、D さんが取っているアタック見ていきたいと思います。今回ね、もう前回しかないですね。前回ばっか見ていきます。これね、昔、タンコール13、12時代に、よく見かけた配置ですよね。で、新しい今の環境になって、どうなのかってところです。ディガホグって使えるんですか、こういう島型にもっていうところですね。結論見ればもう全然使えるってのがわかるんですけども、違いがあるのかなってところをちょっと見ていこうと思います。それは、
まず一つこれ、むしろね、場合によってはいいですね。相手のロイヤルチャンピオンとぶつかるところでこうストライカーを出すことによってベージの呪文を使わずに済むんですよね、フリーズとか。それがね、呪文枠の節約をたったの、6コストのストライカーでできちゃうと。でその分レイジをこう奥に打って高火力帯にしっかりこの回復と攻撃力増加の効果を乗っけていくことができるわけですね。でそのまま一気に相手の投石機防衛軍までアチャックインパッドで見ていくという形になります。うん、もうこの辺までは完全にもう鉄板のセオリーのなんていうんですか、ディガホグパートの入り方ですよね。追肥で削っていく。で、まあ、さっき もう冒頭言ったんですけども、どのタイミングでディガホグを出していくのかっていうね、そのタイミングもちょっとぜひね見てほしいというふうに思うんですけども、ここがねやっぱね難しいんですね。相手のアーチャークイーンが防衛軍を処理した瞬間に、キングとペッカを出していき、ペッカじゃないな、投下兵舎を順次方面に出していきましたね。で出していって削りを入れて、でディガホグがなんていうのかな、ちょっとね、序盤出したところでそれない、わかります、わかります。ちょっと一回止めますよ、すいません、一回止めます。よいしょ、出した瞬間ここに今ディガーが出てきましたよね。ディガーが出てきて、そいつらが、直線的にタウンホールならこっちに向かうようなカット、それをキングと投下兵舎でこうやり始めたぐらいですね。序盤出したディガーがまずそれなければいいんですよ。まずそれなければいい。ディガーとホグライダーって、まあ、特にディガー足がそんな速くないので、まずそれなければいいんですよね。まずそれなければそのままあとはキングとかペッカーウィザード部隊がむしろ進行早いのでどん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 行ってくれます。でこのタイミングっていうのがもうね、やっぱりね、このウヒリガホグをするときの鉄板のパターンになってくるのかなって、まあ、個人的には思っているので、まあ、タイミング測りかねている方はね、やってみてもらったらいいと思います。前にも言いましたけども、これウヒリガホグやるときってクラン城と、あとクラン城じゃないな、防衛軍って言った方がいいかな、防衛軍、あとないしはなできることならタウンホール、これをクイヒーパートで処理しちゃっておきたいんですね。そこからディガーパートを、始めたい、まあ、サイドカットも含めてですけどね、始めたいというところなので、今回のケースで言うと、クランジョはもう壁の中にあるから、あ、タウンホールは壁の中にあるから、まあこれは無理というところですね。これ無理と。でむしろクランジョに入っている防衛軍、これを、クイーンこの辺ですよね、ここで処理しておいて、処理がし終わった瞬間ぐらいを見計らって、キングと投下兵舎を使って、カットを入れつつ、カットが1層目ぐらいまで終わった瞬間ディガホグ出す、こんな感じですね。キングとディガホグのパートって言ってる意味分かりましたかね。ちょっともう一回だけこの動画を出しますね。よいしょ、よいしょ、防衛軍処理するじゃないですか。処理し終わったらここまで、この辺までを、まあ、キングと豪華兵舎で処理する。したら次はもうディガーパートを始めちゃうんですね。ここに向けて、ここに向けて、そうするとまっすぐこう向かっていくということでタウンホールまで到達しますね。まあ後ろから出すホグライダーっていうのはディガーを出してから、ワンテンポ遅らせて、ディガーが一番最外層の施設この辺を壊さないかなぐらいでディガーを出すっていうのがまあベストですね。あ、で、ホグライダーを出すのがベストですね。ディガー、ロイヤル、グランドウォーデン、ディガー、グランドウォーデン、ホグライダー。この順番で出すっていうのがまあ基本になってくるんで、押さえておいてもらったら、まあいいのかなというところに思います。はい、次、ファルコンさんですね。ミダコークさん曰く、TH コンプリーターエース、ファルコンさんです。で、ファルコンさんのアタック見ていきたいんですけども、これね、また面白いんですね。相手の村のレベル的にはまだマックスではないんですけども、このですね、施設たちっていうのを、クイヒディガホグどういう風に料理していくのかね、ぜひぜひ見ていってもらえたらという風に思うんですが、お、クイーンで行きますね。クイーン。クイーンで行って、タウンホール、さらには防衛軍、これも処理していきます。さっき言ったように、この2つがね、やっぱ食い火で処理できると、あとのディガホグパートの伸びが半端じゃないんですね。で、あとこっちはキングを使って、ガーッと外装処理していきます。で、まあ、ここに投下兵舎を出していってもいいと思うんですけども、そうしちゃうと、見てほしいのがですね、ここ、すんげえ広い区画を、ディガーとホグライダーがこうね、走っていかなきゃなんなくなっちゃうわけなんですね。まあ、それは非常に良くないということなんで、どうするかっていうと、ここに突撃艦を加えていきます。でそうすることによってディガーとホグライダーのルートをこんな風に限定していくんですね。わかりますかね、言ってる意味。
これがどういうふうに決まるのか、ぜひねちょっと見ていってもらいたいというふうに思います。さあまずは防炎群処理して、これタウンホールを処理する、この辺まではやっぱりなんだキングパートまだ始めなかったですよね。 あんまりですね、キングパートを早くやりすぎちゃうとアーシャークイーンに対して呪文をね、やっぱこの高火力なんですよ、防炎群とかタウンホール、ここを突破するのにしっかり霊石とかを当てておいて、もうやることこれじゃないよと、もうこれは放置する以外もうありませんっていう状態まで、呪文のケアをしておいてからキングディガホクパートをやっておくと、やっていくっていうのがいいですね。でトームはしっかりと、このイーグル砲、あとは、投石機の着弾がこう集中するところで使っていって、ディガホクをきっちり守っていく。さらに突撃艦を使ってこのクロスボウ2機プラスシングルインフェルノがあるこのゾーンをですね、こう処理していきます。でこれはアーチャークイーンの延命にも一役買ってますよね。このアーチャークイーンが、シングルインフェルノに焼かれちゃうっていうのがやっぱりまあ嫌なので、それを延命を図るために、突撃艦でそれを壊しておく。さらにこのクロスボウがずっとアーチャークイーンを打ち続けちゃうと、外装をこう回ってきた、アーチャークイーン、今これ体力満タンですけども、これが削られちゃってるっていう危険性があるんですね。なので、そこに関して、しっかりと突撃艦を当ててケアしていくことによって、ディガホのルートもこういう風にですね、よいしょ、こういう風にディガホのルートも限定していって、さらにクイーンに関してもしっかりとぐるっと回し切る、この辺で落とさないようにしちゃうってことですね、9時方面ぐらいで、というサポートにこの突破感が必要かかっているという形ですね。はい、お見事です。素晴らしいですね、美しいなっていうふうに思います。やっぱディガホグいいですね。タイミングはさっき言ったように、ちょっとね、慣れるまで、少し時間かかるかもしれないですけども、一回タイミング掴んじゃえば、防炎群を処理した後、ないしは、援軍プラスタウンホール両方とも処理し終わった後、そこら辺のレイジをかけてもこれ以上何もすることないよというタイミングで、キングのカットからの、ディガーパートっていうのを展開していくと、まあ、結構ね、いいというふうに思います。さあ、ラスト行ってみましょう。これですね、アマシンさんかなりミスってるんですけど、ミスってるんですけどもディガホで取れちゃうんですね。もうそれっていうのが、なんていうのかな、この空飛ディガホグ、今のこの環境でバリバリ、一軍編成として、まあ、使えるっていうことをね、裏付けているアタックになるんじゃないかというところでね、あえてこのアタックをちょっと上げさせてもらいました。これ、機械のバーバリアンキングに関しては、ストライカーを1体出していったんですね。そうすることによってアーシャークイーンに呪文を使わずにこう突破したんですけども、タウンホール側に入れてワンチャン投石機と援軍処理したかったはずが、これ完全に反れちゃいました。これね、ベビドロのカットが一瞬ちょっと間に合ってなかったっていう、まあ、こういうことが起こってしまったので、もうダメかなというふうにパッと見思いますよね。もうこれ完全にプランが崩壊しちゃってるっていう。でこれもですね、援軍釣ろうと思ったホグライダーがおそらくこれ釣れなくって、あさっての方向行っちゃったっていう、もうこの辺ももう多分泣きが入るような状態だと思うんですよ。で、さらにアーチャークイーン、このまま投石機の方に向かっていくんですが、レイジを打ったにもかかわらず投石機テスラドドドッとダメージが入ってしまって、ここで落ちていくという形なんですね。あと投石機テスラなかったか、なんで起こったんだっけな、これね、いずれにしてもアーチャークイーン起こしてるんですよ。で、最後まで伸びなかったなっていうのが、これか、クロスボウに食らっちゃったんですね。で、これで落っこっちゃいます。で、ヒーラーたちが、まあ、なんとかね、3体ほど残ってる、4体かな、残ってるので、こいつらに、このディガーを回復してもらおうという形でね、こう、ディガーをタウンホール側に出していきます。まあ、このトルネードはあんま意味ないですね。ディガー潜っちゃってるので、そんなに効いてないんですけども、さあ、これでタウンホールを壊していきながら、ヒーラー、ディガー引きの形を作っていきます。作っていったとしてもですよ、これも結構絶望的な、なんていうんですか、施設の残り方してますよね。投石あってクイーンもいて、マルチインフェルノが3本あるみたいな、イーグルホームおまけに残っちゃってるみたいな感じですよね。これはきついんですけど、なんですけど、これね、このディガホグのね、本当にもう裏技的な要素なんですが、ヒーラーがね、中心部に入ってレイジかかりながらニットを回復させまくってたんですよね、さっきまで。で、これがね、めっちゃ効くんですよ。そうすると、何が起こるかっていうと、ディガーとホグライダーって、まあ、ヒーローよりも、ヒーラーの回復量、恩恵が大きいじゃないですか。なんで、束になってるディガーホグライダーがヒーラーでガンガン回復して、なかなかやられないんですね。で、終盤ばらけるんですが、ばらける直前まで体力が回復されてる状態で生きてるので、ばらけた瞬間も、そうそう倒れないと。そこそこ施設を壊しながらみんな、それぞれ散っていくっていう感じになるんですね。そうすると、こんな感じ。
あのあれっていう感じで、ロイヤルチャンピオンがそこに混ざることによって、あの施設を全部ね持ってっちゃうっていう、これがねやっぱ未だに使えるんですね、この新しい環境においても。まあ今までのそのなんていうんですか、防衛軍ストライカーとかそういうところにはまあ気をつける必要があると思うんですね、アーチャークイーンがやられないようになんですけども、あのディガホグっていう攻め自体はまあこんな形で、まあ、全然もう第1級で張れる戦術になってますので、まあ、今回のねディガホグを展開するポイントはタイミング、みたいなところってのはまあ多少に参考に、してもらいながらですね、ぜひ、ディガホグまだ、やったことがない、でもやってみたいっていう方いらっしゃったら試してみてもらえたらというふうに思います。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。そしてぜひこれからも動画ご視聴よろしくお願いいたします。TH コンピューターさん、または関西クラクラクラブもですね、タンホール13募集しておりますので、ぜひぜひ皆さん門を叩いてですね、来てもらえたら嬉しいなというふうに思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。では本日このあたりで終わりにさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。